段使用している絵の具は体に害を与えない安全なものを使用しておりますのでご安心ください。また書いているこの紙、実はお父さんのウッドからできているリサイクルペーパーなんです。こちらはスリランカにあるお父さんの個人の方で作られているものを使用しています。園内のお土産屋さんの方にもレターセットや小物入れなど可愛い商品置いてありますよ。ほとんど植物繊維なんです。草食動物なので草や竹、果物や野菜などを食べているんですね。当園ではお豆腐屋さんからおからをいただいておからあげています。また炊いてあるお米、白いお米。